人間江戸川乱歩前回の続きからです神谷は不審に耐えなかったけれど明けつの鋭い目がしきりに催促しているものだから聞き返すわけにもいかず言われるままに受話器を取って。 大都劇場に、そのことを問い合わせた。わかりましたか。では、そこへ、あなたから電話をかけて。熊井君なり、熊井君の母親なりを呼び出してみてください。御用が終わりなのですか。ええ、用事があるのです。明智はすまし込んでいる。神谷は仕方なく、今聞いた柳屋という酒屋へ。 電話をつないで、熊井の家へ走ってもらうように頼んだ。もしもし、熊井さんでございますか。あの柔道をなさる熊井さんですね。あの方は今日お昼過ぎ、急にお引っ越しなさいましたよ。え、引っ越したってそれ本当ですか、ええ、嘘なんか言いませんよ。なんだかひどく急なお話でしてね。 タンスだとか台所のものなんか大抵古道具屋にお払いになった様子ですよ。で、国へ帰ったというんだねあの人の国はどちらだったかしらさそれはよく存じませんが。というようなことで電話が切れた神谷青年は全く度肝を抜かれてしまった明智が希代の名探偵であることは聞いていたが。 だが、発見ではあるまいし、見ず知らずの人間が、今日引っ越しすることを一体まあ、どうして言い当てることができたのであろう。国へ帰ったというのですか。ええ、そうです。しかし先生はどうしてそれがお別れになったのですか。詳しいことは後でお話しします。僕はあなたのお話を伺って、あることを心配していたのです。 それが今一部だけ的中しましまた。この上は現場を調べてみるほかありませんさあご一緒に参りましょうお話は自動車の中でもできますから明智は何かひどくイライラしている様子で物問いたげな神谷の表情に応えようともせず小林少年を呼んで自動車を呼ぶように命じた実はさっきお話し中に手洗いや立ちましたね。 あの時玄関のところを通りかかってこんなものを見つけたのですよ。もちろんあなたがいらしてから後で誰かが投げ込んでいったものに違いありません。明智はそう言って手帳の切れ端らしい一枚の紙を見せた。それには鉛筆の走り書きで左のような恐ろしい文句がしたためてあった。 明智君君は神谷義雄が依頼する事件に断じて手を染めてはならぬ君は今美しい細君と新家庭を楽しんでいる身の上ではないか冒険はしたまえ。もしこの忠告をモチーズして事件の渦中に飛び込むようなことがあれば君は一大不幸に見舞われることであろう女の仕業でしょうか 神谷が驚いて明智の顔を見た。無論です。君は女の一味のものに尾行されたのですよ。その尾行した奴が僕の家へお入りなすったのを見て、とっさにこんな脅し文句を書いたのです。ですがこの一大不幸というのは一体何を意味するのでしょうか。神谷はこの事件を依頼したことを後悔している口調であった。 ははは、は <laughs> ご心配には及びません。僕にはその意味も大方わ分かっているのですしかしそんなことを恐れていては探偵の仕事はできやしませんよ僕は脅迫状にはもう慣れっこになってほとんど無感覚ですよ明智はこともなげに言い放ったそうしているところへ自動車が来たという知らせがあったので2人は急いで部屋を出た 小林、君も一緒に行くんだひょっとしたらちっとばかり手強い敵にぶつかるかもしれんぞ明智が玄関へ送って出た美少年の肩を叩いていったはあ、お供します。小林少年ははっきりした口調で答えてさもうれしそうに駆け出していって自動車のドアを開いた「築地へ行ってくれ」。 三人が並んでクッションに腰掛けると、明智が行き先を命じた。車はたちまち走り出す。築地と言いますと、神谷はせきたてるままに、まだ行き先も知らなかったのだ。無論高梨の家ですよ。おわかりですか。君は今、どこから僕の家へいらしたのです。 築地の高梨家の前からではありませんかその君に尾行してきた男があったとすれば途中ですれ違いに見つけて後をつけるというのは少しおかしいですからねその男は高梨家から君をつけてきたと思わなければなりません君は気づかれないつもりでいても先方ではちゃんと君の挙動を監視していたかもしれませんよ高梨家の人が僕をですか 神は明智の考えがあまりに突飛的なものだから妙な混迷に陥って後で考えると恥じるような愚問を発したそうですよああ君はあの熊井という男をすっかり信じきっているのですね無理もありませんあの男は蘭子さんの護衛を務めていたほどですからねしかし悪魔の誘惑はどんなところへでも伸びていくのです 現に大都劇場の配電盤係が音田のために買収されていたという例もあるくらいです。熊井がやっぱり同じ手でやられなかったとは決められませんよ。何よりおかしいのは彼の突然の引っ越しです。それも乱子さんに方向口を世話したその午後ですからね。第一、柔道家の青年が女中の世話をするなんていうことが変てこじゃありませんか。あなたはそれを疑ってみなかったのですか。 飛ぶように走る自動車の中で明智は丁寧に説明した「そこまで聞けばいくら混迷に陥っていると言っても明智の心配の意味を悟らないわけにはいかぬ」「神谷青年はぎょっとして思わず明智の横顔をにらみつけた」「するとあの高梨家に女の手が回っているとでも」「そうですよ。 言ってみなければ本当のことは分かりませんが、脅迫状といい、熊井くんの引っ越しといい、僕にはなんとなくそんな風に感じられるのです。熊井くんはその高梨のお嬢さんが、体が不自由でいつも顔に覆面をしていると言ったのですね。あれを聞いたとき僕はハッとしましたよ。僕の思い過ごしかもしれません。どうかそうであってくれればと思います。しかしかそういうい手は 悪賢い犯罪者などがよく用いるものですからね僕はかつてそれと同じ手口を見たことがあるのですああなたはもしやその覆面のお嬢さんがええ女の変装でなければいいかと思うのです「畜生め、そうだそうに決まっているああ僕は何という間抜けだったんだ苦心に苦心をして團子ちゃんを」 あのわなの,の中へ落とし込むなんて神谷はもう真っ青になって自動車の床に示談だを踏むのであった「おい運転手くん料金はいくらでも増してやるからもっと急いでくれないか人の命に関わることなんだ早くもっと早く」。彼は狂人のようにわめき立てた。 しかし、いくら急いでみても、僕らはもう後手を引いているのかもしれませんよ。明智は深い憂慮の色を浮かべて言う。どうしてですか。ランコが高梨家行ってから、まだ2時間余りしか経っていないのですよ。いや、普通なれば心配することはないのですが、あなたを尾行したやつがありますからね。そいつは僕を恐れているのです。 恐れているからこそあんな脅迫状を残していたのです何を恐れるのか僕の想像力をです僕が高梨家というものを疑うかもしれないそれが怖いのですするとそいつは僕らの先回りをして高梨家に帰りいつ襲撃されても差し支えないように用意をするかもしれません用意って言いますとさあその用意を 僕は極度に恐れているのです。無論先方へ行ってみなければわからないことです。義勇であってくれればいいと思うのですが、悪くすると、さっ、断固が。ええ、そうですよ。相手は人間じゃないのですからね。前の例でもわかるように、肉食獣にも等しいやつですからね。明智はそうつぶやいたまま、言いがたき不安の色を浮かべて、 黙りり込んでしまった機械なる贈り物案内した神谷青年の指図で車が適当な場所に止まると3人は急いで降り立ったが明智は車内であらかじめ書き入れをしておいた名刺を小林少年に渡して「君は表に待っているんだ腕時計はあるね」。 はっきり10分間だよ。僕たちが高梨の家へ入ってから10分間経っても出てこなかったら近くの交番へ走るんだそしてその名刺を渡して本書へ電話をかけてもらうんだそしてすぐさま僕たちを救い出す手配をしてくれるように頼むんだ分かったかいはいわかりましたたぶんそんなことは起こりやしないと思うけれどもねただ万一の用意なんだよ。 さて、明智と神谷とが高梨家の門前に近づいてみると正門脇のくぐりとか半開きになっていたので構わずそこから入って玄関の呼び鈴を押しただがいくら押しても手応えがない格子に手をかけて試みるとガラガラと大きな音を立ててわけもなく開いた「ごめんくださいご不在ですか?」。 何度となっても誰も出てこない君は僕が呼ぶまでここに待っていてください僕はこういうものを用意しているから大丈夫だけれど君に万一のことがあってはいけませんから明智はポケットから小型のピストルを取り出して見せた神谷が承知の旨を答えると探偵は靴を脱いで単身薄暗い家の中へ入っていったがやや五分もすると。 失望の色を浮かべて戻ってきた。やっぱり僕の想像が当たりました。誰もいません。湯戸から内野の赤まで調べてみましたが、人のいた気配はあるけれど、も抜けの殻です。これは本当は空き家なんですよ。温田が空き家を借りて、必要な部屋にだけ飾り付けをしたのでしょう。応接間と奥の方の寝室らしい洋間だけに家具があって、 その他の他部屋はがらん堂ですよ。ただ不思議なのはつい今しがた湯に入ったやつがあると見えて湯殿の湯がまだ温かいことです明智が異彩を説明したどっかに隠れているのではないでしょうかそれにここの主人というのが果たして女だったのでしょうか神谷は諦め悪く尋ねた。 それは間違いありませんよ。ご覧なさい。これはその寝室の小さいテーブルの上に残してあった俗の置き手紙です。やっぱり手帳の切れ端に明智君、人は七害だったよ。置きの毒様。とぶっきらぼうな走り書きがしてあった。するとあいつは先生がここへ来られることをちゃんと知っていたのですね。 神谷が驚いていった「そうです敵にとって不足のない相手ですよだが実に残念なことをしましたねこれほど知恵の回りやつですからいくら探したって逃げた先を暗示するような手がかりが残っているはずはありません我々はひとまず引き上げるほかないのですですが断固は一体どうしたのでしょうかまさか黙って連れて行かれるはずはありませんが」。 それですよ、僕が最前から心配しているのは。しかしこういうことになっては「僕なんかの個人の力よりも組織的な警察力に頼るほかありません」「僕たちはすぐにあの車で警視庁を訪ねましょう」「そして捜査一課長に会いましょう」「常川課長は心安いのですよ」「そして彼らは高梨家の門を出ると待たせてあった自動車を買って」 警視庁へと急がせたのであるその結果警察はにわかに色めきたって築地の現場付近を洗い立てたのは言うまでもなく熊井青年の国元への紹介その他少しでも関係のある方面には抜かりなく手を回して十二分に捜査を行ったのであるが全く何の手がかりをも掴むことができなかった。 ののの借りていいたた家の家主を調べたのは言うまでもないしかし高梨という白髪白禅の老人がちゃんと正規の手続きを踏み多額の資金を納めて借り受けたという以外には何事もわからなかった。